諸君、君たちのおかげで胸もシュネは完成した。約束通り君たちは解放しよう。この空間からだけではない、悪との戦いからも解放されるんだ。私と胸もシュネがあればもはや君たち仮面ライダーは必要ない。この国の法を変えるのも、理不尽な悪を裁くのも私の思うがままだ。いや、そもそも悪人など生まれやしないんだ。文字通り心を入れ替えてあげればいいのだからね。くだらねえ演説は後にして、まずカナリアを返せよ。それは不可能だ。必要なのは彼女の持ち去った基盤だった。あれは彼女の担当していた部分だったのでね、彼女の精神ごとシステムに組み込んでやったよ。カナリアはあんたの奥さんだったんだろ。なんでそんなことができんだよ。金井理恵が私の妻さあ、どうだったかな。この世界の失政者として不必要な弱さは全て胸もシュネに食わせてしまったからね。君たちの戦いの記憶を見て私は学んだのさ。守るべきものは時に手枷となり足枷となる。愛などという不確かなものは時に判断を狂わせる。悪と戦う使命を負った者には全て必要のないものだ。木戸真嗣、君の友は愛する人のために君の命をも奪おうとした。剣崎カズマ、ジョーカーの封印をなぜためらった。安っぽい友情のためにどれだけの人を危険にさらした。日野英二、君は知っているはずだ。愛もまた怪物を生む欲望の一つであることを。如月玄太郎、戦うべき敵との友情とやらのために何度友の命を危険にさらした。今挙げた連中以外にも皆思い当たる節があるはずだ。人はくだらない愛や優しさのために過ちを犯し、時に他者を傷つける。人を愛して何が悪い。愛するものを簡単に捨てたお前が知ったような口であいつを語るなよ。はじめがどれだけ多くの人の命を救ったと思っている。人間じゃないってだけであいつの幸せを奪えるかよ。愛は確かに欲望だし、過ちを犯す原因にもなるよ。でもそれだけじゃないはずでしょ。愛も欲望もない世界からは何も生まれやしない。愛や欲望があるから人は生きていけるんだ。確かに俺は友情のために何度もダチを危険にさらした。でもみんなと友情を育んだからこそ手に入れられたもんだってあったはずだ。確かに愛や優しさによって苦しむこともあるかもな。でも苦しんで傷つくから人は強く優しくなれるんじゃねえのか。おやっさんならきっとそう言うはずだ。苦しみは優しさを死なせやしないってな。あんたが染める世界なら人が絶望することもないのかもしれないな。けど俺はそんな世界で生きたいとは思えない。そこには希望があるとは思えないからな。やれやれ、これまでの功績をたたえ黙って解放してやろうと思ったが、その強大な力に曖昧な心、危険すぎる。やはり私が管理しなければならないようだ。胸もシュネによって心をなくし、私の忠実なる下僕となるがいい。これはヤバいかも。なんだ、来ねえのか。どうした、
動け、無念もしねえ。彼らの心は奪わせない。貴様の仕業か、カナリア。私が翼を時間通り迎えに行けば事故は起こらなかった。その罪悪感に耐えきれず、あなたを避けるようになった。それがあなたを追い込んでしまった。あなたは財団 X の援助を受け続けるために一人で必死に仮面ライダーのことを調べ続け、そして彼らと戦った敵たちの深い憎しみに触れるうちに心を黒く染められてしまった。黙れ。これは私の意志による戦いだ。誰にも染められてなどいない。仮面ライダー、私が止めているうちに胸もしねを破壊して、それが私にできるせめてもの償いだから。ダメだよカナリア、ツバメのためにも生きなきゃ。貴様など必要ない。これでも破壊できまい。できるさ、俺は破壊者だからな。翼の大好きな仮面ライダー、お前たちの精神をここで消滅させてやる。ウィザード、そんなはやってもらわないとな。さあお前の罪を数えろ。どういうこと？お前の俺の依頼の邪魔をする奴に容赦はしない。バカ、どうするんだ。破壊目標を速やかに壊して。ここから盛り返すか。新しい電王の力見せてあげるよ。どういうこと？邪魔すんなって。これから俺たちの時代だ。楽しみな。許せないわ。メモの数が違う。とんでもない魔力。戻るぞ死神の。ここから盛り返すか。
君たちのおかげで胸もシュネもウォーミングアップが終わったようだ。見せてあげよう、胸もシュネの真の力を。ひねりつぶしてやる。とっとと片付け。邪魔すんなってよ。ディナールだ。こんな諦めないぜ。まだだ。胸もしねに蓄えた力を引き出せば。マキシマムドライブ、ジョーカーグレネード。行け、カナリアの願いを叶えてやれ。ああ。キックストライク最高。やめろ。フィナーレだ。私の胸もシュネが。リ、翼。帰ろう、俺たちの世界へ。
君の意識が。お父さんとお母さんが起きなさいって、それからね、仮面ライダーが頑張れって僕のこと応援してくれたんだ。本当にいるんだよ仮面ライダーって。